ついに手入れをしやすかってことでしました。気分が変えたか、気分変えたかったんで。で、はーちゃんとお揃いでした。なんかさ、はーちゃんに私から言ったんですけど、ついにやってって、ついにやってって言ったんですけど、はーちゃん優しいからついにしてくれました。一緒にいた子がりなちゃん細すぎて可愛いでした。嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。喜ぶ、ありがとうございますって、お世話さんありがとうございました。そう、はーちゃんとめっちゃ仲良くて、最近ツインテールおそろでした。だから夜公演なんかツイン率、ツイン率、夜公演みんななんか髪型おしゃれだったね。よろしくですって。明日はお話し会です。4578はあれなんですけど、振り返りなんですけど、7月31日のは朝から大雨ですよって。マジピエンピエン。でもみんなは良かったね。みんなは良かったね。ですね、こういう時さ、オンライン、オンラインだから、オンラインいいよね、こういう時は。明日はおしまし使える祭りなので、おしまし使える、なんか握手会だったらおしまし使えますよって言って、そのまあ違う他の券持ってる子が自分の例に来てくれる確率はまあ少なくともゼロではないけど、オンラインお話し会でおしまし使えるって本当にマジで来ないよ人。オンライン話し会でわざわざ他の券を持ってる子でわざわざ私のところに来ようなんて思う人あんまいないのよ今まで。明日はね暇よ。剣持ってる人、7月31日来る予定だったけど、来るというか7月31日の剣持ってた人、伝わってんのかな、ちゃんと7月31日剣持ってた人に振り返りが明日の7、8になったこと、それすらも危ういよね、伝わってんのが。まあいっか、別に来なかったら来なかったで、椅子に座ってぼーっとしてればいいだけだから。なんで明日話しに来てくれる人はよろしくお願いいたします。夜公演来ましたって、こんにちは、こんばんは。
もう寒いので長袖で行くかな。明日も多分暇な時間ないから、いや多分暇よめっちゃ明日明日は暇な予感がする。ないんですよ、まあ、よくないけど。まあ、よろしくお願いします。すっごい眠い。どう7月分のサイン届きましたって。それは良かったです。大事にしてください。しーちゃんと公演初共演。そうね福岡せいなさんと、せいなさんと今日は公演初めて一緒に出演させていただきました。なぜかなんかせいなさんね、すごい最初ね耳を疑ったんですけど、私のことを岡田さんって呼んでくるんですよ。でまあ理由はなんか人のことをさん付けで呼びたい人がなんか現れるみたいな。そうなんか岡田さん、岡田は岡田さんって呼びたいみたいならしい。さん付けで呼びたい名前があるんだって呼びたい名前があるらしい。ちょっとびっくりしたけど、まあ、そういう理由ならまあいっかと思って、そういう理由ならまあだからあれよ、多田先輩みたいなもんでしょ。あの多田教官のことを、私たち上級が多田先輩、もう私は先輩って呼んでないけど、先輩みたいな、そういう系です。そういう系だから安心しました。せいなさんとも仲良くなれる予感がする。あらー、タワーありがとうございます。ケイシーさんありがとうございます。タダ先輩より最近ない、最近ね、もうただみんなただかきょんだね。私はもう一生ただ呼びだけど、りなちゃんは誰とでも仲良くなれるんだな。いや、そうでもないっすよそうでもないっすよ。仲良くなれそうな人とはすぐ仲良くなれる人だけど、確かにすぐ仲良くなれると思うけど、本当に無理な人はもう無理。本当に無理な人今のところいないけど今のところ本当に無理な人はいないんだけど、あ、この人無理だな、苦手だなっていう人とはマジで無理人見知りですよ。人見知りめっちゃするよ。人見知りする時期は、人見知りする時期と全然しない時期があって、全然しない時期になんか公園一緒に出たりとかなんか距離が近くなることがあったらもう勝手に仲良くなれるけど、人見知りの時期になんか出会ったって言い方変ですけど、人見知りしてる時期になんか劇場とかなんかお仕事一緒になっても仲良くはなれないです。多分喋りはするけど
リーズの芋美味しかったですかって。私芋飲んでないんよね。そう、今日昼公演終わりにマネージャーさんがあのタリーズを差し入れしてくださったんですけど、でみんな今流行りの秋限定の芋系を頼んでたんですけど、私は何頼んだっけな、なんとかかんとかR、なんかの R グレイみたいな、なんとかなんとかの R グレイなんとかなんとかっていうのを頼んで、芋自体があんま好きじゃないから、私は芋は飲んでません。だからそう、自己紹介のせいでなんかみんな芋飲んでましたみたいな話でしたけど、あ、私飲んでないですってってことで15分経ったので私は切りたいと思います。さあ、ティエルトロさん2、クマ4号さん1、ケイシーさんでした。